要、必ず要すること、なくてはならないこと、その様。金沢から上京中のお母さんに必要なものは、今日も高野家のエトセトラ、エトセトラ。ウェディス Life is beautiful Brought to you by NTT 都市開発。お母さん、今日のお味噌汁の味付けいかがでした？とってもよかったわ。未来さんは器用ね。注文通りのものを作れちゃうんだから。私はお母さんの真似をしてるだけですから。あかり、どうなってるんだ？二人で歌舞伎見に行ってから変わったよね。何があった？わかんない。行かなきゃ。行ってきます。行ってらっしゃい。お母さん、お茶にしましょうか。そうね。あかり、出て。はい。あ、パパ、どうしたの？チャイム鳴らして。久しぶりだね、あかりちゃん。久しぶりって、今出てったとこじゃない。変なの。あかり、金沢のおじさんよ。あー、一平おじさん。パパと見分けがつかなかった。一平、何しに来たの？何しにじゃないよ。行き先も言わずに出かけるなんて、あっちは大騒ぎなんだから。未来さんが知らせたの？すいません、やっぱり話し合われた方がいいと思ったので。余計なお世話。俺はお袋をないがしろにしたつもりはない。でもそう感じさせてしまったんだね。ごめんなさい。だから何しに来たの？迎えにだよ。私もお父さんもいなくていいでしょ。そんなことないよ。店はあんたたち夫婦が仕切ってるでしょ。だけど二人ともいてくれなきゃ困るんだ。昔から付き合ってる問屋さんとか、お袋に会うの楽しみに来るお客さんだっていらっしゃるんだから、いてくれるだけでいいんだから。私は招き猫じゃない。お袋というか一平、お店は放り出してきたの？親父が代わりにやってくれてる。え？俺はまだまだ現役だってリタイア撤回。お母さんもリタイアしたくないんですよね。陽子も反省してるよ。だなんか本当に反省してるんなら、陽子さんが迎えに来ればいいじゃない。来てるよ。え？下にいる。呼んできます。照れくさいらしいんです、新幹線の中で話したいって。俺たちにはまだまだ親父もお袋も必要なんだ。必要。母さん。未来さん。はい。短い間だったけど、ありがとう。よかった。おばあちゃん、また来てね。もう来ないよ。え？当分ね。今度はあかりちゃんが金沢に遊びにおいで。わかった。お母さんに必要なことは必要とされることでした。でも働き手として必要なわけではなく、きっと家族だから、それだけの理由だと思います。それは東京で暮らす私たちにとっても同じです。ウェディス Life is beautiful 第26話、必要。脚本坂和彦、出演戸田奈穂、岡光子、田口博正、三山可憐、音楽横田昭夫。番組ホームページで過去のオンエア分を配信中。来週の放送もお楽しみに。